は、キックボクサーのパンチャリアです。今日は、質問コーナーを募集したので、インスタグラムで、70個答えようと思います。100個いこうって思ったらちょっと70個で挫折しました。質問兼相談もあったので、相談コーナーですね。じゃあいきます。まず1つ目、入院してから2キロ増えたんですよ。で、退院してからめちゃめちゃ一日中寝てたので、普段通りに戻りましたね。自信があるように別に見せないし、ないままで別に過ごすかな、待つ私は無理してでも一緒にいたタイプですね。まあ10代から学んだことは、もう嫌だったら逃げろ、それですね逃げれない状況っていっぱいあるんですけど、まあ職場とかもうどうしても本当に嫌だったら仕事辞めますね。学校だったら難しいな。逃げることが悪いことだと思わないので、私だったら逃げた方がいいんじゃないかなと思います。自分の心を優先するなら。はい、もう答えるまでもないですよね。この子です、ルンタです、こんにちは。ねえ、もうこの子がいればね、あ、気が強いんですよ。そして YouTube を始めました、数日前にまだチャンネル登録者数300人とかなのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますわ。私は隠さない派です、ね、こういうタイプの方が大丈夫みたいですね。誰にも言えずに、もうどうしようどうしようってなってるタイプよりか、もう辛い時は辛い、もうくじけそうならくじけそう、声に出して言うだけでわーんって泣くだけでだいぶ気持ち変わると思うので、とりあえずめっちゃ泣くことをおすすめします。そしたらね、はぁってなんかちょっとすっきりした気分になるかもこれは赤飯です。古い病院だったんですけどの記念で、ちょうどその周期にいたので赤飯が食べれました。イエイ、イチゴもついてました喋れなくても相手の子が喋ってくれると思います。一緒にいて楽しいって思うと、あ、好きだなとかなると思うので、楽しんだらいいと思います試合で勝ってこうやってリンゴの上で手を挙げてもらった時の景色ですね。何よりも生きがいです。間違いなくどこでもドアです。時間だけじゃなくて、まあ、お金も節約になるじゃないですか。大阪帰る、タイに修行行くみたいな。で、あと私だったらそのどこでもドアを使って商売をします。一回使わせてあげる代わりにいくらもらいますみたいな、お金もついてきますうーん、センキューこれね、この質問ね、自分で言うの恥ずかしいんですけど、めちゃめちゃありました、ありがとうございますできないんですよ。おばあちゃんぐらいの歩幅に合わせてくれる犬だったらできるんですけど、合わせてくれないのであ、この質問も多かったですね。めちゃめちゃビビったんですよ。めっちゃ痛いだろうなって。でも抜くときそんな痛くなくて、男性の方が痛いらしいです。男性は15センチあるけど、女性は5センチぐらいなので、術後当日は動けないので、あれをしてもらってるおかげで楽でした。おむつより全然良かったです。これは動画前十字靭帯の手術しますっていうのに載せてますので、 TikTok の動画の練習とか、まあ調査とかまではできない、時間がないので、まあ、優先順位で YouTube とかの方をやってるので、する時間がないからしないって感じです。もうもっともっと何週間も歩けないと思ったので、もうすぐ動画を撮りましためっちゃ嬉しかったです。あ、もう本当に1日の半分寝てます、ルンタとリハビリに行く、あとご飯を食べに行く、あと YouTube 見てます。ちょっと自分が応援パワー欲しい時とかは見てますけど、ちょっと変なメッセージも多いので、だから全部は見てないですね。日々練習の時間がこうやってできないので、まあ、もったいないので、今しか何かできないことをやろうと思って、事業とかファンの方が喜ぶような仕事をまあ立ち上げたいなと思って、今知り合いの社長さんとかと出す準備をしようかな、この暇な間にと思ってます。ちょうど5年です。プロになって3年です。早くても、まあ、10ヶ月とか。でも、まあ、自分に納得ができなかったら、もっと先になるのかなって。もう悪かったことはもうとにかく不便ですよね。良かったことについては、足の不自由な方とか、うまく歩けない方の気持ちがすごい分かるようになりました。階段しかないところがめちゃめちゃいかに大変かっていうのが分かりました。これはまあ格闘技全般におけるんですけど、自分の命、体がかかってるっていうところがやっぱり好きです。必死になれるから、いつね普通の生活すら危ぶまれるっていうのが、まあ、悲しいけどそこが燃えるというか、あと、まあ、勝ったものが全て、キャリアを関係ないっていうのが
一番好きですね。アマチュアはもう本当にポイント制なので、もう出たもん勝ち、当てたもん勝ちです。防具も大きいし、スネアテもついてるので、正直痛くないので、出したもん勝ちだと思ってます。うん。これ好きなタイプとか好きな仕草とかいろいろあったんですけど、まとめさせてもらって3点。とにかく最低条件はめっちゃ優しいとこですね。であと一緒にいて楽しい人、実際会ってみて喋ってみないと分かんないですよね。であともう一つは自分に対して時間をかけてくれる人。忙しい人とかだと私もちょっと予定が合わなかったりで、構ってくれる人がいいですね。だから誰なんでしょうね。あまり目立たない人が好きなんですけど、めっちゃ結果を残してて強くて目立とうとしないっていう選手が割と好きです。実力でそれ以外のことはまあ無頓着っていう人がまあ好きですね。もう入れてましたね、あの海外の選手でお願いします次戦って言ってたほどなので、海外選手と戦うっていうことをモチベーションにやってたので、はい、残念です。キックボクシングジムでも週3ぐらいやってるんですけど、別でパーソナルジム週3行ってます。筋トレ専用の。私は割と結構考えてますね。あ、ここ入りそうとかも考えますし、あ、これ当たった、もう一回当たるんじゃないかなとかも。あとは一番はめちゃめちゃ相手選手のセコンドの声を聞いてます。頭の中で考えるっていうよりかは声をめっちゃ聞いてますね。あとはそのもらった攻撃があるんですけど、例えばストレートとかしたら、あ、もう一回次多分狙ってくるなと思って、あのストレート気をつけようとか、そういうのを考えてますね。特別工夫してることはないです。工夫というよりかは楽しんでやってるって感じですかね。普通に歩けるようになるのはまあ大体3ヶ月弱って言われてます。ただこのまま行けばもう2ヶ月で多分普通に歩けるようになると思うので、ドラえもんです。もうこのね、上にもめっちゃあると思うんですけど、まだまだめっちゃあるんですけど、ドラえもんがね今ハマってます。なんかこうやって見てるだけで癒される。関係ないんだけど、これあの XL を買ったんですよ。普段はウェイトやっぱめっちゃしてるのでパンパンなので、3週間運動してないと結構腕とかも細くなって、こうテロンテロンえ、ありです、ありですけど付き合ったことないです。なんだろう、ま、あの私も若かったから年下と付き合うことなかったのかもしれないですけど、今今年28になって、年下ね、25、6でも年下ですもんね。全然ありなんですけど、同級生と年上しかないです。なんでだろう私が子供だからかな。最低短い時の日で1時間半、長い日で5時間ですね。この質問めっちゃ多かったんですけど、あのどっちも友達ですよ昔はカイピョンだけだったんですけど、最近ドンマイさんもそこに入ってきて、2人とも友達で本当にあの感謝してるんですけど、なんか役割が違いますよね。ドンマイさんはいつでも同じテンションで、いつでもバカなこと言って、まあ、笑かしてくれるみたいな。どんな私がテンションで落ち込んだり上がってる時でも、まあ、変わらずバカなことをして笑かしてくれるって感じの人ですかね。でカイピョンはあの友達なんだけど、友達っていうよりかは、まあ、頼れる人って感じです。この拳手術した時とかも、病院の先生メイさんを紹介してくれたのが、まあ、カイピョンで、そこの先生に手術してもらったので、めちゃめちゃ素晴らしい経過になって、あの選手として復帰できたり、今行ってる井岡さんのジムのボクシングトレーナーさんも紹介してくれたのがカイピョンです。ファイターとしてあのパンちゃんリナを好きでいてくれる、応援してくれるって感じです。ドンマイさんはどっちかというとファイターの私には興味ないかもしれないんですよ。全身麻酔です。めっちゃ怖かったです。一瞬で行きましたねってアシックスです。はい、旅行に行きたいですよね。歩く旅行、山登りとか、あと温泉とかも、お風呂のお湯も今1ヶ月ダメなので温泉とかも入りたいですよね。やっぱファンの方の声ですかね。頑張るぞって思うメッセージをたくさんもらうので、またリングで姿が見たいです、復帰が見たいです、いつまでも待ってますっていう言葉がやっぱめっちゃ嬉しいし、もうそういう言葉ばっかりでした。逆にそのどんなパンちゃんでも応援し続けますっていうことも嬉しかったです。たとえ復帰できなかったとしても、復帰するまでの間もいつでも、違う職業になってもいつでも応援してますっていう言葉が、あ、ファンって温かいなと思いました。愛の不時着見てましたよ。でもね、なんか自分が手術して
動けなくて、自分より過酷なネットフリックスを見ようと思って、結構アウシュビッツ全般あの片っ端から見ましたね。もう苦しい苦しい苦しいってなって、今自分がいかに幸せかっていうのを再認識してました。取ったら次の目標ないですね。もう普通の女性として楽しくルンダと、まあ、結婚して子供産んでたら、まあ、第二の人生を楽しく歩むってことで、もうそこが叶ったらもうめちゃめちゃすごいと思うので、世界のベルトですよ。普通にね、取れないことの方が当たり前なので、取れたらもうその後の人生最悪でもいいって思います出ない時はもうとりあえず寝ます、食べます、寝て食べてもうぐうたらして廃人になって、でまた頑張れる時まで待つって感じですね。頑張らないですこれこういう系の質問めっちゃ多いですね。ごめんなさいね、あの参考にならないと思うんですけど、克服を別にしないですね。時間が解決するのを待つ。やっぱそういう折れた時に仲いい友達とかに話を聞いてもらって、一人でいると落ち込んじゃうの、悩んじゃうの、それをもう泣きながら誰かに話を聞いてもらって、そうすると、あ、こんなことで悩まなくていいやっていうふうに思えたかな。なんか自分一人でためないこと、そこかなと思いますね。ここを曲げるリハビリと、この太ももの筋肉を力を入れてあの動かすトレーニング、あと膝小僧をこうやって動かすトレーニングとか、お尻も全然使えてないのでお尻に力を入れるとか、まずは歩くために刺激を入れるっていう、そういう筋トレをして、筋トレっていうかリハビリをしてます。長距離が速かったらね、マラソンがめちゃめちゃ速かったので、短距離もでも一番でしたね。でもう一人同じタイムの子がいたので、だから同意って感じでしたね。だから抜きんでてはなかったです。 7.0 とか7秒ぴったりでしたね。だから6秒台いけなかったぐらいなので、めっちゃ速いっていうわけじゃないです。 50m 走とかはあのキックがあるから彼氏はまあいらないかなって、けど今できない、今ね、まあ欲しいなとはちょっと思いますよね。今だったら会えたりもするのでね。でもルンタがいるもんねって感じです。これが補足、なりたくてなったわけじゃなくて、寝たきりの状態になってると痩せちゃいました3センチくらい0.01% とかじゃないですかね。世の中の男性みんな 0.01% あると思うので、個人的にはライズかなと思います。これはでも当たり前だと思います。あのミットだと6オンス8オンスで殴ってるのを、マスだと16オンスかに殴るじゃないですか。その時点でパワーも全然違いますし、なのでみんなだと思います。マスで別に強いパンチ当てる必要ないと思います。タイミングを練習する場なのかなって思ってますね。私も10代の時とかニート何度もやってるので、ニートの時辛いですよね、お金とかも。私は10日とか頑張って働いて2週間休んだりとかをしてましたね。2日休んでもまた仕事っていうのが嫌なので、とりあえず10日とか2週間とかもう毎日働いて頑張って、で2週間休むっていうのとかですかね。今日雇いとか日払いとかいっぱいあると思うので、4センチ伸びたんですよ。キック始めて161から165まで。でも今回前十字靭帯で眠くなってきた、ごめんなさい。膝がピンと伸びないので 163.8 とか1センチちょい縮んじゃいました。リハビリで頑張って膝を伸ばして、また身長伸ばさないとって思ってます。怖い、これは本当に怖い。注射は怖い、あと縫い傷とかも怖い。でも確かにめちゃめちゃ痛みには強い、私は多分痛みにめっちゃ強いです。でも怖いものは怖いです。いや多分真っ白でしたね。もう喧嘩、もう練習とかでしてきたことが何も出ない。とりあえず勝ちたいっていう気持ちだけで殴って、アマチュアに出た初戦からは本当にここまで、このプロキックボクサーで通用できるまでになるとは思わなかったです、1ミリもいやいやいや、見せれないですよ。起きてリハビリ行って、帰ってきて眠いからまた寝て、夕方起きてみたいな、ザ・ニート。殴られる怖さはないです。何回かそれは言ってるんですけど、試合中毎回まず驚くのが、まあ、意外と軽いなって思いますね。蹴りとかパンチとかやっぱり毎回相手のことを割と過大評価してるので、負けることだけが怖いです。ルンタはね、勝った日ね
覚えてるんですよ。デビュー直前でアマチュアの時に東京 MX さんの企画でテレビの撮影をして、その日のお昼に初めて叙々苑のランチを食べに行こうって思って、でその後に時間があったからちょっとペットショップ見に行ってみようと思って、いつも子犬見てるんですけど、なんか4軒ぐらい見に行った時に、買う予定なかったんですけど、あまりにもこの子が可愛すぎて、今こんな大きいけどめちゃめちゃ可愛すぎて、えお家帰る？来る？って聞いた時に、僕帰る、僕パンちゃん家の子になるって言って、そう聞こえて、それで我が家にやってきました。本当にね、ルンタに出会ったおかげで今この格闘家として頑張れたと思うので、もう毎日支えてくれたので癒して、ルンタのおかげですね。今行っても仕返しできないので行かないでください。今までいろいろいたんですけど、まあ、どんどんいい選手も引退していってきますし、いないですね今は。海外の選手と戦いたいって感じですね。初めて家に来た時になんかよちよち歩きでルン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 みたいな歩き方をしてて、楽しそうに歩いてて、ルンっていう名前にしたくて、男の子だからタを入れてルンタにしました。宝物のタにして、でルンは楽しそうなので楽しいっていう感じで当て字です可動域が悪いとか、まあ、うまく歩けないとか痛いとか、まあ、走れないとか不便とか、それは分かりきってたので、やっぱり試合見て活躍してる選手見て、そこで自分がちゃんと歩けてすらもいない歩くことすらもできてないっていうのが一番辛いです。追いつけるのかなとか、差が開くなとか、まあ、そういうことを思っちゃいますね。めちゃめちゃいいと思います。いっぱい誘惑ってあるじゃないですか。ご飯の誘いもめっちゃあると思いますし、いろいろ付き合いとかめっちゃあると思うんですけど、そういうのが海外に行けばできないので、必然的にその分練習だけに専念できる環境っていうのがめっちゃいいと思います。あ、卵焼きです。 Always、 これはいつも答えてます。卵焼きです。卵焼き、目玉焼き、スクランブルエッグですね。でも一番卵焼きは褒められます。何を考えてるっていうよりかは相手の顔をめっちゃ見てます。ローキックにパンチを合わせる選手っていうのはめちゃめちゃいると思うんですけど、私の場合ローキックの後に攻撃をするっていうのじゃないと、遠い距離でローキックをしてるので、蹴った後の相手の動きを見てますね。すぐにもらわないように。気持ちはどの選手も強くて当たり前だと思うので、みんな基本強いと思います。復帰したら不安は多分ないです。パフォーマンスがしっかり戻るかなっていう不安は正直ありますね。こんなに練習ができない期間がないので、前の強かった自分に戻れるのかなっていう不安はちょっとあります。めっちゃたくさんメッセージをもらいました。前十字靭帯手術した人、これからする人、何百人と本当にもらいましたね。いや辛いですよねこの手術は。本当に長いので、復帰がめちゃめちゃ長いです。あとね、手とかと違って足はしちゃうと全部が支障をきたしちゃうので辛いと思うんですけど、この動けない間にちょっと休養するというか、違うことを何か発見するというか、別のことに取り組む機会だなって思って頑張るしかないですよね本当に応援してます。負けずに頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。私は切ります人間がね、この世にめちゃめちゃ多いので、ちょっと無理に付き合っていく必要っていうのはないと思います。冷たいはい、最後の質問です。こんな時だからこそやっておきたいこと、やっておきたいこと、まあ、普段会えなかった人とかに会う、スポンサーさんとかいつもお世話になってる方、試合続きだと会えなかったので、まあ一緒にご飯行ったりとか、あとはねやっぱりのんびりして、この5年間ずっと突っ走ってきて、友達と遊んだりご飯行ったり、そういうのもできるっていうのがいい機会だと思うしかないですよね。まあ練習とかできることはたくさんあるので、まあ、そっちを頑張っていくっていうことで、リングにしばらく立てないんですけど、みんなに元気を見せれるようにはずっと頑張っていこうと思うので本当に応援してくださるファンの方がめちゃめちゃパワーになってるので、じゃあいつもありがとうございます。